ザーロモンマイモンザーロモンマイモン、シュロイメ・ベンヨシュア・マイモンは、リトアニア出身のドイツの哲学者、カント批判を行ったことで最も知られている。リトアニアのニエシュフィッシュに、本生ヘイマンとして生まれ、ミールで育つ。独学で、数学や自然科学を習得し、学問を求めて25歳の時に、ベルリンへ向かう途上、小記となる。苦難の末に仕上げられた、 純粋理性批判についての彼の思論を読んだカントは、実長本当に理解した上での批判的思論だと高く評価したが、カントの継承者を辞任する彼自身の学説は全く認めようとしなかった。しかし、最後の著、人間精神の批判的探求までその学説は一貫している。彼は、物自体の難問に一定の回答を与える。回転する円盤の 各部分はどこも円運動しているが、中心に近いほどその動きは遅く、無限象の中心点は速度がゼロで回転していない。中心点は回転という現象の内部にありながら、回転という現象を超えた現象そのものの支えなのである。これと同様、もの自体は意識に現れる現象の内部にある。カントが感覚所有と呼ぶものは、 数学の微分デラックスに類似し、直感の内容としては限りなく、ゼロに近いが、他の感覚所与に対する未展開の関係性を内に秘めている。構想力はこれらの感覚所与をまとめ上げて、現象としての客観を作り出し、個性は感覚所与相互の関係性を概念化して捉える。マイモンは認識される事実世界を微分方程式の体系のように想定しているのである。 他方、カントが言うように理性は自らが作り出して対象のうちに置いておいたものだけをアプリよりに認識するのであるから、認識は究極まで進展すると理性の働き方すべてが反映された産物、すなわち理性の自己像を対象のうちに捉える。以上より人間精神は経験の中で感性に拘束されつつも個々の微分方程式を解いていくように、 意識に厳然する世界を知性化しながら、神、人間の魂、世界の三位一体を表す、この超越論的理想へと向かう。彼によると、この理想は、一切の哲学説を連合させる巨匠典なのである。石川文康、大橋陽一郎、黒崎正夫、中島義道、福谷茂、牧野江二編、関東辞典公文堂。 1997年12月、ISBN 978から43億3515万388。ありがとうございます。